拍子抜けだな、こりゃ。バカな、この我が輩が貴様ら人間ごときに遅れを取るとは。というとでも思ったか、この間抜けどもめ。なに、第二形態あるパターンか、これ。あ、ごめんごめん。上画面だけにしといた方がいいね、とりあえずは。うわ。あ、なんか何？弱体？こっちが弱くなるのか、それともあっちが強くなるのか。なんなの、これ。へっへっへ、無様だな。油断するから、そうなる。どうだ、自らの重みに押しつぶされる感覚は。変な魔力を使うんですね。なに、心配するな。痛くないよう一思いにあの世へ送ってやる。お？なに、我が輩の結界が。まったく、爪の甘いやつらだ。マルチェロ。マルチェロ、一体何しに来やがった。くそ、まだ仲間が潜んでいたのか。こいつらの仲間扱いされるのは甚だ不本意なんだが。まあいい、人間ごとき何匹増えようと構わん。おい、そこの貴様、我が輩の邪魔をしたからには楽に死ねると思うな。ふん、さっきからベラベラとよく下の回るやつだ。グダグダ言ってないで、さっさとかかってきたらどうだ。我が輩を苔にしよって、貴様らまとめて塵にしてやる。お、形態変化。来た。おー、強そう。おい、お前たち。私の足だけは引っ張るなよ。一緒に戦ってくれんのかな？おー、超強そう、かっけえ。マルチェロをワンチャン仲間になるかと思ったけど、まあならねえか。おー、マルチェロがなんか戦闘、切ってるけど。先陣を切ってくれたけど、でも、うん、あれはない。勝手に CPU なのかな、勝手なのかな、どうなんだろうな。戦い方多分変わんないと思うんで、まあ、凍てつく波動が、とか、行動パターンが変わるくらいかなって感じはするけど、なんすか？まあ、さすがにマルチェロはテンション上がんないか。いや、なんかテンション上がったマルチェロとか見たくないけどね、確かに。確かに見たくない。あ、でも守備力が増えるんだ。面白いな。お、なにこれ、超強そう。お、強っ。痺れたか。からのバギクロス。これさっき MP 回復しといて正解だったな。精霊の矢、撃っといてよかった。これワンチャンマルチェロさん何もしないで終わるパターンあるかも。え、ヒットポイントどれくらいかな ?5000 くらいとして想定して戦おうか、じゃあ。お、いいね。グリリンのことか。ゲルダのスーパーハイテンションかっこいいな。メホマラ撃つまでもなかったかな。あ、でもまあマルチェロが一番食らってて一番回復できたか。ダッセーな、なんか稲妻これ強そうですね。でもまあ、え、そんなに、あ、そういうことか。4回降ってくるのか。あー、強いなー。素早さ負けてるんだよね。そうだよね。主人公攻めます。サミダレ好き。ゲルダも攻めます。ゼシカはタンバリン貯めるかな。クールはベホーマーかな。ベホマラでいいか。ゼシカもね、食らってるからね。奥義の舞959。うーん、ベホマラ撃ちまーす。あ、
マルチェロはいつまで痺れ続けてるんだ。強い。スクルト一回打ってんのにこれは辛いな。相手つく波動ありますね。把握。いいよ。この相手つく波動はいいや。あ、良くない。主人公攻撃してからが良かったな。ミスったな。まだ痺れてんのか。痺れてるだけならどっか行ってくれよ。ピオリム、タンバリン、スクルト。これ多分打っとかないとやばいですね。普通にやばい。スクルトも、ピオリムも、打っとかないとやばい。テンション一段階上がった状態でのピオリムとスクルト、助かります。でも通常攻撃200来るもんな。100か。むしろバギークロスとか打っててくれた方が助かるんだけどな、正直。うわー、ゲルダギリ耐える。オッケー。マルチェロさんほんと仕事しない。貯める。貯める。タンバリン。ベホーマー。凍てつく波動あるから貯めるの怖いけどね。まあタンバリンあるんでいいでしょう。来た！スーパーサイヤ人！うわぁ！かっけぇ。貯めまーす。あ、来たね、イナズマ。これ厄介ですよね。均等に行ってくれるとベストなんだけど、まあそうなるよね。うわぁ！おつ！せっかく主人公100まで行ったのに。なかなか攻めに転じれないですね。運が悪いです。まあこれもドラクエか、やはり。ああ、そうか。スクルト一回打てないですね。これは、ベホマじゃないとダメだな。マルチェロがもっと仕事すれば楽に戦えそうな気するけどな。やっと消えた、しびれ。いいぞ。いやー、マジか。ジェシカ落ちたな、これ多分。くっそ。うわ、強そう。なにこれ。やばそう。ひゃー強。今ピオリム打ってるから、でもテンションがあれなのか。じゃあここはベホーマーみんな打っていこう。ベホーマー、ベホーマー、ザオリクでいきますか。はい、速さは今は取れる、みんな取れる。うん、お、グランドクロスか。あまり期待はしてないよ。でも160か。ドン。強い。あーでもやばいな、主人公動けなくなるのやだな。貯めます。貯めます。ベホマ打ちます。あ、キアリクっていう手もあるのか。まあ、いっか。回復せずにキアリクで行こうかな。ククール先動いて。ナイスナイス。これで多分、主人公また溜まるんで、テンション。お！マルチェロ仕事する。レホマラ撃っちゃうとな、20使っちゃうんだよな。あれ？でも使わずには、使わないとダメですね。しょうがない。貯めて、貯めて、道具、ベホマラーで。MP83 か。まだ大丈夫かな。20。ベホマラー、全員全回復。次、タンバリン打ちながら全員で攻撃しましょうか。メラゾーマ。素早さ、ジェシカが負けてるだろうから、攻撃した後にテンションが溜まる感じになるかな。ゲルダか。122、まひったな。くそ、運が悪いな。サミダレ好き。
ジェシカも攻めに回る。ククールも一旦、攻めに回る。うん、いいね。いいダメージ入ったね。本当はバイキルトも打ちたいんだけどね。ベホマラー、一回分回復できた。よしよし、いいね。1200くらい食らわせたかな、このターンで。これやばい、これやばい。うわ。ここでいてつく波動は大丈夫。そっか。そしたら、主人公で回復。ジェシカは貯める。ククールは、ベホマラーで。ハードですね。強いですね、普通に。かまいたち。これやだな。これ強いな。これ強い。ドン。マルチェロ死なないな。もしかしてマルチェロ無限か？貯める。んー、ジェシカ一回ピオリン打ちます。で、ククールは回復。テンション一段階溜まってるんで。ほぼ全員回復するかな。マルチェロさんにもテンション溜まれればな。よし。次のターンくらいで多分ゲルダ復活すると思うんで、キアリク打たずに行きます。ベホマラ打たないとダメかな。20ですね。じゃあここは攻めに回るか。サミダレ好きのタンバリンのベホマラーで。ジェシカのヒットポイント低いなぁ。もうちょっと上げたいですね。サミダレ好き。いいね。いいダメージ。ここでいてつく波動か。バギークロス。攻撃しといてよかった。正解だ。貯めます。ピオリム打ちます。スクルト打ちます。あとどれくらいなんだろうな、ヒットポイント。あと2000くらいかな。地味にマルチェロさんがダメージ加えてるから、2000、あ、でもそれでも2000くらいかな。メラゾーマよう効いてますね。メラゾーマ連打してくんないかな。ゲルドずっと痺れてるな。キアリク素直に打った方が良かったかな。うわ。うわ、ジェシカ集中攻撃。でもまあこれはこれで良かったかな。一応ゲルダ回復に回るか。でもってザオリクで。ジェシカ復活。ああ、通常で113も食らわせられるのか。すげえな。MP43。またちょっと MP 吸収しに行きたいところではあるけど。余裕ないかな。あ、余裕ねえな。貯める。ピオリム、タンバリン、ベホマラーでいきますか。ベホマラークール大丈夫かな。いいね。メラゾーマ助かりますね。よしよし、いいダメージだ。
クールに寄らないで。オッケーオッケー、助かる。やめて。ククールの麻痺はまずい。これはまずい。誰かキアリック覚えてたっけな、ククール以外に。主人公攻めます。ゲルダで回復。ジェシカは覚えてないよね。そうだよね。とりあえずタンバリンか。やばいな、ククールの麻痺が。オッケー、倒した。助かったー。ククールの麻痺はやばいと思った。あぶねー、助かったー。あぶねー、ギリギリセーフだったー。多分平均レベルこれ低いな。あと2、3上げないとダメだな、多分。玄魔石。これも錬金素材だな、きっと。バカな、そんな、バカ。どうしてあんたがここにいるんだ。私は自分がしでかしたことの後始末をつけに来ただけだ。別にお前たちがどこでのたれ死のうと私の知ったことではない。これであの時の借りは返したぞ。兄貴、そのありがとな。なんかマルチェロがベジータに見えてきたな。あれ？ベジータか？俺だけか？よし。だいたいできることはやったんじゃないかな。あとはもう暗黒魔女入るだけだと思うんだけど。どうだろうか。多分そうだと思うな。でですね、ちょっとレベリングしておきます。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。